コロア族はミシシッピ川渓谷にヨーロッパ人が入植する以前から潜入していた部族である。彼らは現在のミシシッピ州北西部ヤズー川盆地に暮らしていた。コロア族はチュニカ語の方言を話していたと考えられている。しかしながらフランスの宣教師たちはコロアの人々はヤズーの部族と同じ言葉を話していたが、 チュニカ語とは異なる言葉を話していたと説明した。1683年頃のコロア部族の居住地、コロアは、スペインの探検家、エルナンド・デ・ソトの遠征において、カリグアあるいはコラワという部族として識別されたと思われる。コロアの部族は1541年に、現在のアーカンソー州、リトルロックの地域で、ソトの遠征隊と遭遇した。フランスの宣教師、 ジャック・マルケットは、この部族を、アコロアという名前で言及した。17世紀後半に、フランス人が遭遇した時、コロアの部族は、ミシシッピ側の両岸に居住していた。コロアの部族の村のうち、少なくとも一つは、川の東岸に位置していた。1682年、フランスの探検家ラサールは、ミシシッピ側の西岸にあったコロアの村落を、大路と袋で、計2回訪問した。 ラサールはコロアの部族から歓迎の縁を開催してもらい、彼はそこでコロアの同盟者と言い表されるクイピッサの部族とも遭遇した。1698年、フランスの宣教師による遠征隊もまた、チュニカやヤズー、そしてモソペレアの部族が同じ地域に居住していることを発見し、アントワーヌ・ダビオン神父に宣教の任務が割り当てられた。1702年、 ニコラ・フーコーというフランスのカトリック宣教師が任務の途中で殺害された。部族の指導者たちは宣教師を殺害した人物を処刑した。ヨーロッパから持ち込まれた病気によりコロアの部族の人口が減少すると部族の人々の多くがチュニカやチカソウ、あるいはナチェズの部族に加わった。ありがとうございます。